はい、阿部ちゃんでございます。本日は大山に来ました。パチパチ。大山なんて初めてなんですけども、はい、まあ、結構あるみたいよ居酒屋が、うん、1軒目来たお店、じゃあ早速紹介しましょう。こちらでございます。はい、こちらゾウとチャッカマンさんでございます。一品料理とかお酒含めてオール300円のお店。まあなんかね、料理が美味しいって言って結構人気のお店らしい。初めて来るんだけども、なんか結構創作料理だったりお酒が飲めるということで、今回は来ました。はい、ということで、じゃあ大山のね、1軒目はこちらのゾウとチャッカマさん、行きますか。行きましょう。よいしょ。ということで到着しました。ちょっとメニュー見たんだけど、まあもうほぼオール330円か、税込み でちょっとびっくりしたのがね、ちょっと頼んだんだけど、これキリンのハートランドもこれ330円なの。安いね。ということで、じゃあ早速頼んだから乾杯しますか。そうしましょう。ね、大山一発目乾杯。ハートランドがね、ハウスビールで330円ってなかなかなく、一応メニューがこんな感じになってるんですけども、お酒は330円か、ハイボールとかもそうだし、サワー系もそうだね。おつまみメニューがこんな感じになってます。まあ、一品料理がもうオール330円と、であと種類もめちゃくちゃ豊富、うん、じゃあちょっとおつまみ注文しますか。はい、はい、ということでおつまみ注文しました。こちらでございます。はい、こちらとろとろ牛すじ煮でございます。330円。これで330円ってやばくない？すごいですね、この量とこの感じで、うん、ちょこいつを、うわーすごい、そうとろとろ、いただきます。うめえ、牛すじとろっとろ煮込まれてる。結構あっさりめの味付けかな。めっちゃうまい。あー、うまそう。どうですか？マジか。うわ、ね、もう溶けてったもん。まあ、いいですね。あー、うまい。いいね。絶対マスト。マストだね。じゃあちょっと卵を割ってつけるわ。うん、そうしましょう。ほら、あー、もう反則技です、これは。こうやつをね、こいつを卵にくぐらせて反則です。それうまいだろ。濃厚トロトロでしょうね。とんでもうまいな、これは。おつまみをね、もう一品追加しましたよ。こちらでございますよ。ガリバタポテトサラダとピーマン塩昆布の2品盛りでございます。2つついて330円。ガリバタポテトサラダ食べるわ。うまっ。ちょっと新感覚、このニンニクチップが乗ってて、めっちゃニンニクが効いてるポテトサラダ。今まで食べたポテトサラダより全然違う。ガツンとニンニクが来るから。店に用だった。ちょっとさ、このお店いいな。料理が豊富だし、全部頼みたくなる。そう、うん、これがさ、オール330円って安いね。安い、うん、じゃあこのピーマン塩昆布も食べちゃうか。はい、うめえ。ごま油とピーマンのシャキシャキと塩昆布の塩分、はいはいはい、逆転。あ、出た。あっという間。おかわりします。はい、私2杯目爽やかっていうやつ。なんか聞いたら、チューハイにレモンを、カットレモン1個絞って、言ったらレモンサワーみたいな、おかわりしたらレモンそのままでまたレモン追加されていくみたいなシステムらしい。一番うまい。すごいですね、結構食べましたけどまだまだある。そうよ、うん、ね、この紅生姜をつけてですよ、こいつね。めっ
ちゃうまいね。ね。880円でも別に納得できる味。わかるわかるわかる。ね。爽やか。爽やかで。爽やかフェイスお願いします。うまいなこれ、ね、ポテサラ150円、やばすぎるよな、やばすぎる、おいしょー、はい、はい、はい、ダルタンサワー、ダルタンサワー、広島県産赤しそサワーですって、はい、乾杯、乾杯、よくある感じですよね、チョコパンが取られて、あーうまー、ダルタン、高級なバイスサワーみたいな、あ、ゆかり、ゆかり結構珍しいお酒多いよね、うん、この広島県産の赤しそサワーとか、うん、なんかほら琉球ハブボールとか水のジンソーだったり、その水のジンソーの隣が一番気になるんだよね、パンチ、よし、ということでおつまみをね追加しました、こちらでございます、はい、こちらトロトロニラ玉でございます、めっちゃ美味しいね、330円、いやもうすごいな、うまそうだな、うん、ちょっと食べていい、どうぞ、トロトロ、うん、結構シンプルだね、卵に白だしかなんかでニラパッてやったやつ、このトロトロ感がめっちゃちょうどいい、うん、うまっ、いや本当にちょっとこのお店はねレベ高よ、ね、330円均一で気軽にね、うん、飲めるし、創作料理とか見たことないねお酒多いから楽しいし、あ、お通しとかチャージがないねとか、うん、いやいいえね、女と来ても良さそう、うん、女とデートで、そうそう、まさにそうじゃない、なんかやっぱさおしゃれだもん、そう、大衆じゃないしおしゃれだし、だけど安いから、うん、そうそうそう、ね、男もちゃんとこうね財布そんなに気にしなくていいから、うん、女と来ることをおすすめします、どうしよう、やめてください、やめてください、ようわからんから別に、ニラ玉ちゃんをね、ニラ玉ちゃん、うん、うまいよ、ちょうどいい、バッチグン、バッチシグッド味付け、うん、はい、爽やか簡易、はい、ここにまたレモンと入れてくれるみたいだから、はいはい、これはちょっと爽やかをおかわりします、はい、爽やか2杯目、はいはい、どんどんレモンが追加されていくっていう、うん、ほんなら乾杯、はい、うめ、俺これが一番好き、なんかやっぱこれを飲むと大衆居酒屋感があるのよ、じゃあちょっともう一品ぐらいおつまみ注文しますか、はい、ね、はい、ということでちょっとおつまみをね追加しました、はい、こちらが山芋チーズ焼きでございます、こちらも330円、うわーすごい、うわトロトロ、結構トロトロ、じゃあ山芋チーズ焼きいただきます、2月10日に出してやる、うわっ、すごいすごいすごい、これすごいトロトロふわふわ、おマヨネーズもいいし、この山芋がもうふわふわトロトロ、埼玉だけどね、うめ、変わったよね、いやいやモザイク入れてね、いや寄ってもいいけど軽くね無修正でいかさせていただきますいい、すごいですよ、うわ、うわもう分かるの、ふわふわだ、ふわふわだよね、うわふわふわ、いただきます、いどうでした、あーうまっ、うめえよな、山芋とチーズの相性抜群だ、うん、こんなふわふわってぐらいふわふわっすね、そうよな、わたかも、おー、いいですね、あら、飲み切りましたね、もう一杯飲もうかな、飲む、うん、全然、どうぞどうぞ、飲みます、はい、3杯目、はい、ちょっと気になるやつあったね、はい、ホワイトポン酢サワー、ホワイトポン酢サワー、ポン酢って書いてあるね、ポン酢が入ってんじゃん、はい、乾杯、乾杯、
わいい。どう？いや、クエン酸に近い気がするけど。本当だ、ポン酢じゃないんだ。酸っぱめ。爽やか。いいですね。美味しい。爽やか顔もじゃあもらっていいですか？ああ。デコシワが。デコシワがもう。80度。ということで、まあなんだかんだ飲みましたけど、はい、この辺りで終わりますか。終わりましょう。じゃあ最後乾杯して終わりましょう。はい、乾杯。はい、やめ。300円でございます、はい、オール330円だから、それをね、お酒とおつまみ込みで10品頼んだから安いね。ぜひね、皆さんも来てみてください。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。